アレッポ地震は1138年10月11日にシリアのアレッポを襲って壊滅的な被害をもたらした M8.5 の地震である。記録に残る地震としては史上最も大きな被害をもたらしたものの一つであり、およそ23万人が死亡した。この死者数は記録に残る過去の地震の中では世界で3番目に多いとする資料もあるが、情報の信頼性などは 文献や時代、場所によってもまちまちでであるため、これに関しては厳密なものではない。地震による揺れは、南方におよそ 350km 離れたダマスカスでも観測されたという説がある。本震が発生する前日の10月10日には、ほぼ同じ地域で小規模な前震,震が発生しており、周辺の町へ避難した住民もいたという。地震による被害は広範囲に及んだ。 主な被害は以下の通り。この地震が発生したシリア北部の地域は、ちょうどアフリカプレートとアラビアプレートの境界部分に位置し、四海断層帯の一部であるため、日本などと同様に地震が発生しやすい地域である。四海断層帯のパノラマ映像四海断層帯の地図、このアレッポ地震が発生してから1139年までの2年間に、同地域では、 複数回にわたって地震が起きたため、シリア北部とシリアの隣国であるトルコの西部は、甚大な被害を受けた。この地震のマグニチュードについては資料によって違いがあり、M7.1 などとするものもあれば、M8.5 などとするものもあるなど、資料により差が大きい。ありがとうございます。